皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回はギレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。地球上の制圧は全て完了しています。なのでこの後はですね、宇宙での戦いということになっていきます。すでにグラナダ攻略作戦発動可能な状態になっておりますので、グラナダ制圧作戦、まずこれを発動していきます。これより我が軍はネオジオン本拠地グラナダに対する攻略作戦を開始する。ジオン大君の息子を語り、ジオンに混乱を招いたシャアを倒し、再びジオンに秩序を取り戻すのだ。各員の一層の努力に期待する。はい、これでグラナダに部隊を送り込むことができます。早速ですね、サイド3から部隊を送っていきます。まずビグザムのドズルザビ中将をソロモンから呼び寄せました。グラナダ進攻戦に参加してもらいます。総帥も自らグワジンに座上、グラナダ攻略戦に参加します。主力のモビルスーツはですね、ガルバルディアルファとベータ、それに加えてリックドーム隊というような編成になっています。一方ですね、ソロモンはドズルザビ中将出張のそのまさに感激を縫ってティターンズが進攻をかけてきていまして、今これの防衛戦を行っています。まあ、なんとかね、数で有利に立っていますので、このままソロモンは防衛をする予定です。で、地球上の安定化が叶いましたので、モビルスーツの大半は廃棄して資源に還元しています。ガルバルディ系のモビルスーツに関してはオデッサに集結しましたので、ここからですね、HLV で打ち上げていきます。そのまま戦力として活用する、そういう構えですね。で、打ち上げ後はソロモンの部隊と合流してルナ2攻略に入っていってもらおうというふうに思います。まあ、ガルバルディ、ベータ、アルファ合わせて10機以上ですね、一度に打ち上げられるので、これかなり大きくなるかなと思います。打ち上げていきましょう。今作戦としては3つ同時に進行中です。まず1つはグラナダ攻略戦、もう1つがソロモンの防衛戦、そしてもう1つが今ご覧いただいた地球から打ち上げたガルバルディ隊の展開というね、この3つこなしていきましょう。まずソロモンの防衛戦なんですけども、敵もね、モビルスーツサイサリスなんかもいたりして、まあ、結構苦戦しそうな、まあ、そういう状況にはなっていますが、まずはこの敵のサイサリスを先に潰しちゃいましょう。核バズーカーとか撃たれるとね、ちょっと目も当てられないという状況にもなりかねないので、先に潰します。まあ、敵もドズルがいなくなった、まさにそのターンで攻撃を仕掛けてくるあたり、かなり狡猾な感じがしますけども、まあ、なんとかですね、ここをしのいで、ソロモンにね、救援できるガルバルディ隊が到着するのを待ちましょう。ん？キシリアが撃沈されました。ザンジバルのキシリア。ディターンズはやっぱりモビルスーツが強いですね。リックドム中心のソロモンの迎撃隊が、数では有利だったんですが、逆転を許してます。なんとかこのターンをしのいで、あーバワークーから増援を出して、このソロモンは守りきれるように取り計らっていきたいと思います。では救援隊として上がってきたガルバルディ隊を出していきたいと思います。まあ、ここをね、なんとかしのいでソロモンの救援に向かってもらいたいと思います。このガルバルディ隊は、まあ、まさに強力な部隊になってますので、これがちゃんと間に合えば、十分に救援できると思うんですけど、間に合わなかった時がね、ちょっとしんどいかなと思います。まあ、最悪ソロモンを放棄してアーバー枠まで撤退して、このハマーンが、そしてこのグレミーがソロモンを奪還するっていうシナリオがあってもいいかもしれないですね。
衛星軌道上の戦いはやっぱりガルバルディ隊が強くて、有利に展開をしています。このまま敵を駆逐していければいいかなという場面になってきました。この後ソロモンに救援になんとかね、間に合うように動いてもらいたいと思います。ではグラナダへの進行ルートを確保する作戦行っていきましょう。まあ、ソロモンの方が気になっている状態ではありますけども、もう発動してしまった進行作戦、これはね完遂していきたいと思います。まあ、ドズルザビ中将もいるし問題はないかなと思います。まあ、あとは被害がね、出ないように貴重なモビルスーツ戦力を失わないようにっていうのだけは頭に入れておきたいと思いますね。ガルマ、こう焦っては実力を出すことはできんぞ。ギレン総帥も自ら出陣。ここにはガルマとドズルも集結してますね。まあ、キシリアは先ほどご覧いただいた通り、まあ、残念ながらソロモンで撃破されてしまったので、まあ、どっかでまた回収して戻ってきてもらいましょう。はい、これで次のターンでグラナダに進行できると思います。グラナダを取ればネオジオン壊滅できるので、あとはティターンズのね一騎打ちという形に持っていきますので、まずそういう対決構造に持っていきましょう。はい、では今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、ソロモンが攻め込まれていて陥落がちょっと近いかなっていうところですね。あとグラナダの敵戦力見てみたんですけども、なんと脅威の53部隊っていうね、ちょっとこの53部隊を相手にするのはしんどそうだなっていう感じですね。まあ、確かにガルバルディ系を中心に配備してはいるものの、さすがにこの数だとちょっときつそうかな。今ガルバルディベータご覧のようにドック7並列で生産を行っているので、このガルバルディをうまく投入していくっていうことになるかなと思うんですけども、まあ、とりあえず敵の生産を止めないと話にならないので、次のターンでグラナダに進行は行います。で敵の生産を止めてる間に、こちらのねサイド3本国で生産したガルバルディ隊を追加で投入していきます。でソロモンはもうこの後一旦放棄して、同じくガルバルディを生産しているアーバーワクーで敵を迎え撃つということを考えたいと思います。なのでソロモンはこの後放棄、とはいえですね、この衛星軌道で戦ってもらっているガルバルディ隊、これをソロモンの奪還作戦にね、向けて出撃をさせていく予定でもあります。では次回その様子をお届けしていきたいと思います。